新日本プロレスが名古屋に帰ってきたぜ。今日は皆さん最後までご観戦ありがとうございました。新日本プロレスはもっともっと盛り上げていきますんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。5割の締めですね。はい、はい、5割も行きましたかね。5割行ってないですから3割の締めですから、ね、さあお客さん欲しがってますよ。エースは、まあ壮大な振りみたいなもんですからね、はい、おギター、ギターがエアギターを岡選手が探しますよ。探してますね、見つけれますかね岡選手。どこにしまったんでしょう。ありました、ありました、ね、チューニングしています。これが棚橋宏という男です。アンコール、お客さん濃くですよ ね、ですね。ジャンプは抜きでお願いしたいですね、はい、ジャンプ、ノージャンプでもやるんですよ棚橋は。ラストな、ギター壊れましたね。もう弾けません。もうできません、はい、ラストだから壊しちゃったね、はい、はい、あ落ち込んでますね。壊すんじゃなかった、はい、ないんだよ、ね、ないんですよ、ないんやりたくてギター、あら、おおや、リングサイドにちびっこが、ちびっこがエアギター持ってた、来た、こういうことがあるんですね。ちびっこが持ってたんですよね、結構ちびっこ投げて飛ばせましたね、よくね。ラストあ、膝へのダメージが蓄積されています。ありがとう。やっぱり俺って最高ですね。じゃあニュージャパンカップチョックラ優勝していきます。では最後に